今週のモコ、ニムさんとスミス、そしてスタッフがピックアップした一つの作品をみんなであれこれ言うコーナーです。お願いします。今回の作品はくるり誰が私と恋をした、うん、です、はい。今月の9日火曜日の夜10時からスタートした SBS テレビの火曜ドラマくるり誰が私と恋をした、めるること生見めるさんが連続ドラマ初主演です、うん、その他瀬戸康史さん、神尾楓珠さん、宮世劉備さんなどイケメン揃いということで、はい、そうですね、はい、うん、あらすじですが、生見めるさん演じる主人公の緒方真琴は飲料メーカーを退社し就職活動中、プライベートでも会社でも人に嫌われないよう自分自身の素を見せず悪目立ちしないように生きてきましたが、事故で自分にまつわる全ての記憶を失ってしまいます。カバンの中に入っていた男性用の指輪を手がかりに恋の相手と本当の自分を探すことに、ラブコメミステリーとなっています。これラブコメミステリーなんですね。はい、ね、ということで、まあ、お互い見てまいりましたけれども、うん、まあ、そのカージューのこの SBS ドラマをこの今週のモコでは必ず去年から追っかけてるんですけど、はい、今回僕ね初めて今までの中でね、うん、2話目がこんなに気になるのはこの今までの4作で初めてかなと。ほう、うん、っていうのはやっぱりこうだいぶ1話目は、うん、本当にこうなんでしょう、最初の振り込みというか、さあどうなっていくと思いますぐらいの全体像、はい、この登場人物のキャラクターだったり関係性みたいなところを見せて、いろ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 匂わせて終わっていくので、うんうん、これはやっぱこの先見ていかないと、はい、いかんせんその内容という意味ではなかなかつかめない部分が多い1話だったかなとは思うんですが、なるほど、全体的にはすごくこうサクッとしてテンポが良くて、うんうん、でメルルは可愛いし、うん、で僕メルルが、はい、あのなんか3枚目路線の、はい、今回の主人公のこの緒方真琴役のね、すごい上手くないですか、うん、なんかこう演技が可愛さもありちょっと抜けてる感じもあり、はいはい、コミカルな部分もあり、はい、すごい表情豊かで、そうでしたね、すごいメルルのこと好きになるわっていうねえ、で周りのあのキーマンになりそうな3人の男性もそれぞれイケメンで、うん、瀬戸康史さんもねいい臭さ出してますよ。臭さ、いい臭さ、いや本当に例えば お前はよみたいな、そのなんかちょっと 声低めなんですよ。どうなっとんじゃいよみたいな、あれがねいい、よかった、すごいよかった。そんな声低いですかね。低かった、低かった。あとあのこれちょっと細かいとこですけど、はい、SBS マイホームセンターの CM に出てる、うん、青島心さんがちょっと途中出演してて、はい、あら、あの本当ですか。メルルの職場にいた3人女子いたじゃないですか、はい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 、あのうちの一人が青島心さん、え、あ、青島心さん、本当ですか、あら、あら、なんて思ってる、いうこともありましたけど、はい、まあ、いろいろと、でも僕は比較的全体的に好意的に、うん、このドラマを見たかなと思うんですけど、スミスさんはいかがですか。あの、まあ、でも私もこうあんまり正直ドラマそこまで見るタイプではないんですけど、うん、その中で結構吸い込まれたなと思ってて、うんうんうん、あのでもね多分私ね結構リアル主義なんですよ。ほう、そうで、リアルを求めちゃうんですね、現実的なものを。なるほどね、はい、うんうん、なのであの真琴ちゃんが目を覚ました時のシーンとかね、病院で、うん、まあ、もう本当に冒頭何かこう、はい、階段から転倒して記憶喪失してるところから、はい、まあ、ドラマ始まりますから。そうなんです、うん、そこで記憶失って起きたら、え、そんな感じなのってちょっと思っちゃいました。もうもっとこないの、もっとボロボロじゃねえかってこと、とか顔むくんだりとか。なんかメルルちゃん可愛すぎて、待て待て、天下のメルルに対して顔むくませろはおかしいだろ。現実主義なんですよ、ね、顔にもっとあざ作れとか、階段から転倒してんだからもうちょっとあざあっていいだろうとかってこと、そういうリアル主義なの。いやでも面白かったです、あの、うんうん、やっぱり最後らへんとかね、こう本当の自分をゼロから探し始める、うん、っていうのはすごいメッセージ性も良かったし、うん、面白いし、うん、いやこの後どうなっていくんだろうと思いました、うん、なんかだから記憶喪失で自分のことが全く分かんない、うん、分かんなくなってしまったってことをきっかけに、はい、やっぱ自分らしさを見つける見つけ直すっていうことをテーマにしてる、これはやっぱいいですよね。そうですね、あのなんか恋愛ドラマなんですけど、こう恋愛中心じゃないというか、あ、確かに恋愛もあるんだけど
まあ、他の要素も乗っかってるっていうのが、はい、またこの見やすさの一つなのかなと思うんですけど、僕あとこの作品すごいね、なんかさりげない感じがすごい好きだなと思ったのが、例えばね、この緒方真琴、メルルが退院してその元彼の、瀬戸康史さんとちょっと会うってあの LINE が来るんですよね、はいはい、瀬戸康史さんから。でごめん、私あなたのこと全く覚えてないから、あなたは誰みたいなことを言った時に、最初でその LINE の ID が凝ったってなってるんで誰だか分かんないと、うんうん、でそれに対してその俺は西光太郎ってこう返事が来る、はい、それに対してメルルがわってところを押そうとしてやめるんですよ。ほう、俺あれがねさらっとして終わるんだけど、うん、あれ多分私は緒方真琴って打つつもりでいたんだけど、はあ、それをやめるっていうのは、はい、自分のことがちょっとやっぱ分からなくなってるとか、はい、自信がなくなってる、こう自分自身に対して自分のことが自分でなくなってるっていうことをあそこでファッと表現してるなっていうのが、あ、なるほど、それはなんか変にこう濃く演出するんじゃなくて、さらっとそのやる感じとかがいいなとか、はい、気がつかなかったですよ、わって打とうとした、うん、あとはなんかこう笑える部分も、例えばインスタ、自分のこうインスタグラムを開いて自分何つぶやいてたんだろうって見ると、カフェランチ、カフェランチ、それしかつぶやいてない、どうでもいい、つまんねえわみたいなことを言ってちょっと今時の女子を軽くいじってみたりとか、はい、あとはその元彼のそのね、あの瀬戸康史さんが元彼だってことを証明するためにツーショットの写真出すよ、1枚だけ残ってるって言って見せると、それのメルルが半面になってるとか、はい、なんでこんな写真だけ残してんのよみたいなやり取りとか、ちょっとこうクスッとするシーンも、そんなになんていうの、面白いでしょっていう演出じゃなくて、うん、すごいこうさらっとそれを見せるのが心地いいというかね、うん、いいな、シャレっ気あるなって感じがして、はい、僕はすごく好きな感じでしたね、うん、うん、なんかでもより戻すなら元彼がいいなと思いました、うん、ああ、まあまあ元彼の西光太郎君、このドラマをね、はい、語るにあたってはこの3人、うん、瀬戸康史さん、神尾楓珠さん、宮世琉弥さんがどういうキーマンなのか、はい、どういう間柄なのかも明らかになってない部分もあったりするんですけど、はい、ちょっとこれはもうシンプルに内容的に気になっちゃったのは、うん、最初退院、入院してるメルルに最初に会いに来るのが神尾楓珠さん、はい、会社の同僚、同期だと言ってくるんですけど、うん、この人最初ね、はい、緒方さんって言って寄ってくるんですよ。でも記憶喪失って分かってから途端に朝日でいいよとか緒方ってすごいね、一気に距離詰めるんですよね。はあ、あれはなんかちょっとあんじゃないの。うわ、今ちょっと鳥肌立っちゃいました。私、俺はちょっと二村探偵、え、だって同期ですもんね。同期で緒方さんって言います、同期って。いやでも最初だからちょっとよそよそしいわけよ。緒方さん大丈夫ですかって少しちょっと距離のある感じなのに、記憶喪失で何にも分かってないんだ、はい、俺とのことも何にも覚えてないって分かるや否や、あ、朝日でいいよ緒方はとか、はいきなりグッと距離を詰めたのが、あ、上書き保存してないあなたっていうちょっと二村探偵はその辺見てます。なるほど、はいね。まあでもね、この辺もね、ごめんなさい、ぜひ今日ね、我々喋って TVer でね、はい、皆さんまた見れますんで見ていただくと分かるんですけどね、1話目はねまだ全然こう真相は明らかになってないの で、 そうです、ね、まだまだいろんなことが憶測を呼ぶ状況ではあるんですけど、うん、はい、ドラマ全体としてもう一つ良かったのは、はい、肥後さん、ダチョウ倶楽部の肥後さんがね、はいはい、そのメルルの一つ担当医として出てきた時に、うんうん、はい、もうメルルは自分が記憶喪失になってこういざ外に戻ってみると自分が全然想像してる自分じゃないことに気づくんですよね、うん、友達全然いないとか、うん、ね、自分を心配してくれる人が全然いないじゃんとか、職場での自分の立ち位置だったり、その自分 の、 その存在価値みたいなところにすごく悩むことがあって、はい、それをその先生に言った時に、その肥後さんが、うん、誰だってみんな人によってキャラを変えてるよって、はい、このセリフすごい僕はこのドラマの象徴のセリフだなと思ってて、会社でね、こう周囲にいい顔して家では、でメルルは家ではちょっとオタクっぽい感じなんですよね、はいはい、で恋愛では二股をしてるんじゃないかみたいな情報がちょっと出てきたりとか、でも実際友達がいないし見栄は張るし服も個性がないとかっていう、こうなんかいろんなやっぱその場所場所とか相手によって自分が全然違うっていうことって
わかるじゃないですか。わかります。我々もすごい共感しますよね、うん、いろんな顔持ってますからね、ね、本当に本当に、はい、だからそういうちょっとしたこう、うん、普段自分が人と生きていく中でのモヤモヤだったり、はい、こうね、生きづらさとまだ言わないけど、うん、ちょっとこう心の中の葛藤みたいなところを、うん、なんかすごくわかりやすく記憶喪失ということを使って描いてくれてるかなっていうのは、うん、そうですね、僕結構面白いなと思ったんで、うん、見ますこれ。はい、はい、メッセージいきましょうか。はい、腹筋ツッタンカーメンさんからいただきました、主人公尾形誠、事故で記憶をなくして世界がくるりと変わった、でドラマタイトルがくるり、うん、オープニングでウサギの着ぐるみに追われて階段から落ちるというなんとも奇妙な始まり、記憶を失う前の自分を探す中で、職場では今の自分と違うキャラだったらしいのが薄々見え、それは職場で演じていた一つのキャラなのか、私の中にも属する場所によって多少のキャラ変あるなと、やっぱちょっと共感しているということですね。で、元彼の西、別キャラの尾形誠を知ってるようだし、最後にもう一人ピンクの服の若い男性が登場、無関係かも知らんけど最初のウサギと同じピンクだぞと、あ、あ出てます、確かに腹筋ツッタンカーメン探偵が出てますどうなっていくのかなという鋭い、やっぱちょっといろいろ考えるというかね、うん、ちょっと思わず推理したくなってしまう内容だったと、はいはい、そうですね、はい、どうですか、ビューティー探検隊さんから来てますね、うん、はい、現代のシンデレラかなと思いました、うん、事故で記憶喪失になってしまった主人公誠のカバンの中から男性サイズの指輪が見つかり、うん、誰に渡そうとしたのか探すドラマですね、うん、ガラスの靴にぴったり合う人を探す王子様と指輪にぴったり会う男性を探す誠と重なりました、うん、うさぎの着ぐるみの中身も気になります。なるほど、ね、そうか、ね、あとは、ね、これいきましょうか。知床上手さん、はい、記憶喪失ものなんですが、記憶喪失になってから、まあ、その指輪についてね、まあ、婚約指輪なんじゃないかということなんだけど、なぜこの婚約者がお見舞いに来ないんでしょうか。元彼とか出てきますけど、家族や友達いろんな人に聞けば婚約者誰か分かるんじゃないでしょうかと現実的なことを言ってしまいますが、周りの人がいろいろ教えてくれると思いますよ、日本ですから、婚約者同士で事故に巻き込まれて2人とも記憶喪失になってまた一から好きになるというストーリーの方が面白いかもですということなんですけど、僕でもね、このシェードお嬢さんが言ってるポイントはこのドラマは結構抑えてると僕は思ってて、うん、例えばその家族や友人に聞けば分かるじゃないですかみたいなところも、うん、結構冒頭にメルルのスマホを全部チェックするんだけど、もうどれがお母さんか、うん、どれがお父さんかもうわからない、はいはい、でそもそも自分に LINE も全然来ないとか、はい、で要は身の回りに仲がいい人、心の自分の本音を打ち明けられる人が全くいないっていうことによって、うん、そこは抑えてるなと思うんですよ、この知床上手さんのツッコミはね、はいはい、そうだから そこはなんていうの、あんまりこう矛盾してるなとか、なんていうの、その設定として無理がないみたいな風に俺はあんまり思わなかったっていうか、ちゃんとその記憶喪失ものとして必要な要素は入れておいて、はい、だからこういろいろメルルはなかなか思い出せないでいるっていうことをちゃんとしてるかなと思いましたけどね。なるほど、うん、あと五寸角のみさん、はい、最初に思ったのはお見舞いに異性は来るのに同性が来ないんだというのに引っかかりました。でもその理由は進むにつれて分かっていくんでしょうねと。いつもこの枠の作品おっさんが見てると恥ずかしくなっちゃうんですけど、今回はならないので見続けます。マイクル家族みんなで一つのドラマ見るようにしてますが、今回このドラマがそうなりそう。メルルは可愛いし、僕の一押しで SBS マイホームセンターの CM に出てる青島心さんも出てるから、その時点で100点です。心さん頑張れと。うん、ちょっとハマるドラマになりそうだという。そうですね、なんか考察すればどんどん出てきそうですね。そうですね、うん、面白い。だからちょっとこれ結構今までの今週のモコで取り上げてきた中でも初めてのケースですけど、うん、もうちょっと話進んでからじゃないと、うん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 、どうっていうのをなんか改めてもう一回後半でね、はい、どうでしたっていう、これがだからあれちょっと期待してたのと違いましたになっちゃうのか、はい、いやいやいや思ったよりすごいおおっていう方に行きましたなのか、ちょっとまだまだ1話目皆さん間に合います、うん、どうなっていくんだろうというワクワクが出てくる内容になってるかと思いますので、ぜひこのくるり誰が私と恋をした、はい、皆さんよかったら TVer でねまだ見れますので、はい、ぜひぜひ見てみてください、はい。